と、スーパーロボット対戦 Z 実況プレイのパートなんぼだっけか、パート198でございますと。ね、ガリアルート引き続き進めていきましょう。前回は、地獄の駅伝ということで、サラとアデットがやったら張り合っちゃってね。まあ、ややこしいことになってたんですけれども、まあ、とりあえずやっていきましょう。多分ね、レベルが上がっていくと基本性能的には、多分サラの方がステータスちょっと高くなるんじゃないかな、というか、まあ、射撃とかね、そういった数値だけ見ると、サラの方が高くなると思うんですけど、まあ、多分レベルの関係もあって、まだね、サラの方がステータスが低いので、まあ、とりあえずこのドーベックには、アデットに乗っててもらおうかなと思うんですけれど、キングゲイナーでこういうの機体持ってないメンバーで射撃はサラが一番高いみたいなので、ね、彼女の成長次第でおいおい、ドーベックとかね、何か別なマシンに乗らせることもあるかもしれません。まあ、とりあえずね、彼女の空が B なんでね、空飛ぶ機体にはちょっと乗せられないんですけれど、はい。まあ、とりあえず、こんな感じの編成で次の話見ていきましょう。でね、これ今日2周目なんでね、そろそろ SR も取りながら進めていこうかなと思うので。はい。まあ、ちょっと SR 取り始めるのが遅かったくらいだ。まあ、じっくりやっていこう。はい。ヤーパーの天井、ハイスクール。どうしたゲイナー、目の下に熊できてんぞ。少し寝不足なんだ。昨日は駅伝と出撃で大忙しだったのに眠れなかったの？うん。ゲイナーの兄ちゃんのことだ。どうせまたゲームして徹夜だったんじゃないの？どうしてカッペイたちが学校に？おじいさんや花井おばあさんに、花井おばあさんに少しでも勉強しておけって言われたんです。俺たちも本来なら学校に行ってなくちゃならない年齢だしな。しかしすげえよな、お前ら。まだガキだってのに立派に戦ってんだもんな。ガキって言うなよ、リーゼットの兄ちゃん。ま、俺たちは睡眠学習装置でメカの操縦や戦い方なんかを学んだからな。チンファミリーって何かすごいんだね。いいな。これがあれば、私もザンボット3の操縦ができたのね。まあな。俺としては学校の勉強の方も睡眠学習で済ませてほしかったけどよ。でも、教室でみんなで勉強するのって楽しそうじゃないか。そうよ。久々の学校なんだから張り切って授業を受けましょう。はい。うるさいよ、ガキども。どうしてアデット姉さんまで学校に？俺に何よ、その格好は。先生様に向かってなんて口の利き方だい？先生って、人生経験を買われて先生を頼まれたんだよ。出撃のない日は授業をやってる。似合うぜ、アデット隊長。いかにも女教師って感じだ。ありがたよ、宇宙だ。この衣装も支給されたのさ。さあ、席につけな、ぽっちゃん、嬢ちゃん。今から授業を始めるよ。僕より早く部屋を出たと思ったら、こんなことになるなんて。何か言ったっけ、イナ君。そっか、今同じ部屋だもんな。寝るに寝れねえか。いや、何も。じゃあ、地理の授業だ。例のブレイクザワールドってので、世界はめちゃくちゃになったわけだけど。そうだな、ゆえのでもニュースが流れてくるからみんな知ってますって。それに俺たち世界を旅してきたから実際に目で見てるもんな。ガキが偉そうに。だったらあんたらにシベリアの今ってのを教えてやるよ。シベリアの今。このシベリアというより、ガリア大陸は世界中の吹き溜まりになってんだよ。エクソダスをしてる連中、おかしな教えを信じてる連中、家を焼かれて逃げてきた連中。おまけに月の連中までやってきてごったに状態だ。ムーンレイスは物資不足に苦しんでいたみたいだけど大丈夫なのかな？でもその人たちシベリアに来てどうするつもりなんですか？あちこちのドームポリスに住み着いたり、季節に合わせて移動したりしてるんだろうさ。確かにシベリアは新連邦もセントレーガンを除きゃ無視しているのも当然だが、だからといって住みやすいとお世辞にも言えない。連中も苦労しているみたいだよ。それでもここに流れてくる人たちがいるのね。何この振動は。星ユニットが急ブレーキをかけたんだ。一体何のために？何かにぶつかりそうになったの？みんな、出撃準備をしろ。何があったんです？難民たちのキャラバンが、ヤーパーの天井への登場を要求してきた。向こうは力づくも辞さない気らしい。労働じゃないの。向こうがその気ならちゃっちゃとやっちまおうぜ。ダメだよ、カッペ。むやみに力を使っては大きな争いになるだけだ。ロランさんの言う通りよ。相手は困っている人たちなんだから、まずは話し合いで解決すべきよ。
わかってるって。俺が言ってんのは向こうが力づくできた場合のことだけだっての。だがもしもの場合もある。各自はそれぞれの機体に搭乗し、次の指示を待つんだ。わかりました。難民の人たちってムーンライズだろうか。ではあなた方、難民の皆さんはあくまで次のドームポリスまでの同乗のみを希望するのですな。はい、あなた方がエクソダスをしていることは存じ上げています。我々にはそこまでの覚悟はありません。ただブリザードの季節ですので、少しでも安全な旅を送りたいのです。とは言われても、ご賢人、ここは私が代わりましょう。あなたはこのエクソダスの専属ネゴシエーター、ロジャースミスと申します。私はティプトリー、キャラバンのリーダーを務めています。その服装、あなたはボダラク教徒ですね。はい、ですが私たちのキャラバンは教徒の集まりというわけではありません。ボダラクを信奉しているのは私を含めてごく少数の人間です。ボダラク、旧東州連邦軍が反体制組織として取り締まっている教団か。私たちはただ自然の流れをそのまま受け入れているだけであるのに悲しいことです。わかりました。あなた方の登場を認めましょう。ロジャーさん、こんな勝手に決めてしまっては。現在、ヤーパンの天井には食料を含む物資が潤沢にある。彼らに売っても問題はないだろう。しかしごく少数とはいえ、ボダラクの民を受け入れるのは危険ではないのか。その逆だ。ここで我々が彼らを受け入れれば、ヤーパンの天井の名は反連邦組織に知れ渡ることになる。なるほど。反連邦の機運を高めることが、彼らに対する牽制になるということか。いい判断だ。黙ってたって戦闘霊眼は来るんだ。多少のリスクを負ってでも、ヤーパンの天井ここにありってのを示すのは悪くない。ロジャーさんと受け負い人がそこまで言うのなら、そうすることにしようかの。ありがとうございます。だが、忘れないでいただきたい。あなた方の同情を認めるのは次のドームポリスまでです。それ以上は余計なトラブルを招き、下手をすれば共倒れになるでしょう。旅の途中、内部での争いで崩壊したエクサスは珍しくない。そしてそのほとんどが、ストレスによる争いが広がった結果だ。はい、その過酷な自然は時に人の持つ心を蔑んでいきますから。蔑んじゃないな、これ。海難で行きますからっていうのね。ですが、よろしければドームポリス到着後の難民の受け入れの交渉も私が担当しましょう。よろしいのですか。あなた方の存在を利用させてもらうお返しのようなものです。気にしないでいただきたい。やるもんだな、ネゴシエーター。あんたただのペテン師じゃないんだ。私の使っているのは交渉術だ。ペテン師の交渉とは全くの別物であるのを知ってもらおう。了解だ。こちらの言い方が悪かったのは謝ろう。だが請負い人、彼らを受け入れておいてエクサスを止められては笑い話にもならないぞ。分かっている。そっちの方は俺の領分だ。プロとして仕事はきちんとやるさ。そのプライド、信用に値するな。いいね、いい関係だ。ヤーパの天井居住区。あの路上って人、口ばっかりじゃなかったんだな。でもおかげで一時的に人が増えたんで、私たちまで町のパトロールに駆り出されることになっちゃったじゃない。いいじゃないですか。困ってる人たちを追い出すのに比べれば、この程度のこと我慢できますよ。いつものことだけど、ロランの兄ちゃんってお人よしだよな。僕も月の人間だけど、消えるお嬢様やソシアお嬢さんによくしてもらったからね。そういや、ロランの兄ちゃんはムーンレースだったっけな。どうしたの、カッペ。いいよな。昨日、
敵の人間だったのに受け入れてもらえて、俺んちなんか町の人たちに異星人の仲間だって追い出されたようなものなのに。ねえ、どうしたの？超認識、向こうの方に誰かいるの？あれは、おいカッペ、どこ行くんだよ。難民の人たちの中に知ってる人でもいたのかな。ん、秋、道、光月、カッペ、本当にカッペなの？なんでお前ら、どうしてシベリアなんかにいるんだよ。俺びっくりしまったぜ。黙れカッペ。光月、光月の兄ちゃん、この人誰だい？こいつはジンファミリーの人間、急に海賊を呼び込んだ奴らだ。俺やアキたちが日本を追い出されることになったのはこいつのおかげなんだよ。海賊光月、海賊が町を襲ったのは俺たちジンファミリーのせいじゃねえ。何言ってやがる。お前たちがキングビアールやザンボットを掘り出したから奴らが来たんだろうが。そうじゃねえよ。海賊は最初から地球をめちゃくちゃにするのが目的だったんだ。俺たちは奴らにそんなことをさせないためにご先祖様の残したザンボットで戦ってるんだ。お前がどれだけ言い訳しようと、俺たちは家を失い、結局こんなところまで逃げてくるしかなかった。キミチ、町を出てから何があったんだ。旧連邦から独立した日本は、外族とは、日本には外族とは別の敵が現れたの。別の敵？異星人か。わからない。でも、私たちがいた難民キャンプも襲われてめちゃくちゃになって。でも私たちそこで見たの。日本政府の人が、家を失った人たちを無理やり連れて行くの。なんだよそりゃ。謎の敵が現れて、人がさらわれて、一体どうなってんだ。私たちだってわからないわ。でも怖くて不安で、誰も信じられなくなって。それで逃げ続けていたら、結局日本を出ていくしかなかったの。すべてはジンファミリーのせいだ。お前たちさえいなければこんなことにならなかったんだ。大月さん、カラバンのみんなにここにカッペイたちがいることを知らせましょう。ジンファミリーに恨みを持ってる人たちは、俺たち以外にもいますから。やめろ。下手に騒ぎを起こせば、ここの人たちまで巻き込むことになっちまう。確かにドームポリスに着く前に面倒事を起こせばこっちにもいいことはねえ。分かってくれたのか、光月。だが、お前たちへの恨みを忘れたわけじゃねえ。勝手、俺たちの前に二度と顔を出すんじゃねえぞ。もし現れたらその時は、父ちゃんや母ちゃんや町のみんなの敵だ。その時は、俺たちがお前たちをめちゃくちゃにしてやるからな。行くぜみんな。一分一秒でもこいつと同じ場所にいたくはねえからな。行くよ、道。私たちも今夜の寝る場所を見つけないと。うん。くそ。あいつら人の気も知らないで。くそ。ねえ、あんたさ、なんだよお前は。そんなに怒鳴らなくてもいいだろ？おいらは戸田、取った？みんなはトッポって呼ぶけどね。お前、光月たちの仲間か。まあね。おいらシビリアに来てから光月の兄ちゃんたちと知り合ったけど、いつも面倒見のいい兄ちゃんがあんなに怒ってたの初めて見たよ。ああ、あいつは自分の子分には優しい奴だからな。それよりさ、あんた、あのザンボット3のパイロットなんだろ？あれって、昔地球に来た異星人が残したロボットって本当？その話、どこで聞いたんだよ。UNでだよ。で、それに乗ってる人間も異星人だって聞いたけど、うるせえ。俺は地球人だ。でたらめを信じるんじゃねえ。そこまでだ、カッペイ君。八つ当たりはやめにしよう。誰だよ、あんた。そうだな。人は僕をザ・ストームと呼んだり、日輪の申し子と呼んだりする。日輪？太陽のことだよ。誰だか知らねえけど、今の俺は気が立ってんだ。ちょっかいかけてくるんなら、相手が大人でもやっちまおうぜ。では相手になろうか。それで君の気が済むのなら。え？でも、僕を殴り倒しても、君の気は晴れない。心の闇を乗り越えるには、その闇に負けない光を見つけることだ。なんだよそりゃ。わけのわからねえことばっかり言ってんじゃねえよ。緊急通信。一兄ちゃんからか。カッペ、キングビアルに戻れ。海賊のものと思われる部隊が、ヤーパの天井に接近している。くそ、あいつら。こんなところまで来やがったのか。いい機会だ。俺が徹底的に叩き潰してやる。行ってしまったか。じゃあ。
俺らが変わっていくけど、兄ちゃんは何者なの？通りすがりのおせっかいさ。どうして先の兄ちゃんにおせっかいが行くのさ。彼の力になりたくて、って説明じゃ足りないかな。負けるなよ、カッペイ君。気づいているだろうが、君は僕にはない多くの光を持っているんだから。戻れカッペ、みんなの刺激を待つんだ。うるせえ、相手が海賊だったら俺にやらせろってんだ。だからって一人で何ができる。せめてユジュータとケイコと協力して。海賊が来たみたいだ。通信を切るぜ。おいカッペ、周りとの偵察メカかよ。こんな奴ら、俺と超認識だけで十分だぜ。行くぜ、海賊。今日の俺は機嫌が悪いんだ。容赦はしねえぞ。さて、では行きましょうか。合体しないんだね。このままか。ダンバード。多少強化はされてるから、そんなに、エースになっちゃうと陸になっちゃうもんね。ダンバードのまま、とりあえず、突っ込むか。はいか。普段このまま戦うことあんまないんだよな。秋も道も光月も見てろよ。俺が戦わなかったらお前たちなんてすぐにやられちまうんだからな。こいつら俺一人で倒して、俺がどれだけ頑張ってるかあいつらに教えてやる。2ターン目。こいつらが攻撃の系統的にどっちの方が、空飛んでた方がダメージは仮に当たった場合減るわけね。移動後の攻撃がないんだよな。ヒット&アウェイとかも確か覚えさせてなかったので。まあ、いっか。鍛えてあるしな。
オッケー。よしよし。ゲイ。あ、惜しい。気力が上がればいけそう。応援だ。やっと本体が来やがったな。待ちくたびれたぜ。いい加減にしろ、カッペ。よっしゃ。では。何やってんだよ、カッペ。お前一人で勝てると思ってるのか。うるせえよ、コウジの兄ちゃん。あんな奴ら相手に残暴とすれば出すまでもねえよ。カッペ、コウズキ君たちに会ったそうだな。俺は。そこで何が起きたか大体想像できる。お前はまだ小さなことにこだわっているのか。だってお父ちゃん、言い訳は聞かん。そんな奴に残暴と釣りを預けるわけにはいかん。宇宙たたく稽古はキングビアルで待機だ。了解。くそ。父ちゃんまで俺の気持ちは全然分かってくれてないんだ。こうなったら一人でやってやる。ジョニシキ、覚悟を決めろよ。お前は、どうする、ゲオニ。家族の問題は家族に任せるさ。俺たちはあの外族ってのを相手にするぞ。わかりました。ヤーパーの天井の人たちのためにも、頑張りましょう。オッケー。まあ、ただ、先にあいつらが、暖房エースをボコリにかかる。でも、結構ね、鍛えてあるから。92%避けていく。さすがに硬えな。気力もだんだん上がってきた。運動性下げられたか。これなかなか痛いな。底力のおかげで硬えな。大型の敵のダメージはさすがにでかい。結構痛いわ。そしたら一旦ザンボットを回復してやりたいが、届かない。運動性がどんどん下げられる。届かねえ。よし。
返す。なんかダメージ低いな。あ、陸 B か、この技。まあ、いいか。あんまり食らいすぎるとそろそろ危ないぞ。こっちに来た。よしよし。OK。もう HP が減るほど硬くなる。これでグローマを寄せて修理。